皆様コンピピ、日野月壮です。今日はシーフシミュレーターをやっていきたいと思います。以前動画でシーフシミュレーター何本か出してたりとかはしたんですけど、パソコンが変わったりとセーブデータが消えたりということが起きてしまったのもあり、途中で終わってしまってたんですが、今日はこちらをね、久しぶりにやってみたいなと思っております。ひなぴ、ひなぴでいこうかな。うん。で、ハードモードにはしません。ハードモードは、あ、ちなみにこのゲームはどういうゲームかっていうと、泥棒を体験するゲームって思っていただければと思います。泥棒体験できる、合わせて泥棒はこういう視点を持ってるから、こういう風に防犯していかないと危ねえぞっていう、なんだろう、防犯意識も高まるっていう風になんか書かれてたよね。うん、そんなゲームです。やっていきましょう。でね、見てわかる通り左上に心拍メーターみたいなのつけてるんですよね。こちらも合わせて楽しんでいただけたらなと思います。まあバレなきゃね、怯えることはないんで大丈夫ですよと。ということで、こちらのね、スキンヘッドが自分になるわけですが、おお、すっごい感度、あれ高すぎだろ。ちょっと待って、はい、ビニーからの電話。なんだ、スペースか。よう、ビニーだ。バールを拾ったらよく来て。あと始末が残ってる。なるほど、入れとると。おお、はい、黙れ。保釈金の例はロンバーディー家に言えよ。気前のいい一家だが、借りは金、借りは返せだとさ。ってことで、一働きしてもらう。家のものを盗め。この前の家だ。この前の家、一度なんとかした家ってことかな。一度なんと、え、あ、これで破壊するんだね。すっごい前、確かね、コントローラーでやってたんだよね。だからさ、ちょっとやり方が分かんない。あ、これ違う、分かんないんだけど。あ、エスケープキー、エスケープキーで所持金、所持金って言っちゃった、所持品。なるほどね。これ割る、入った、これクイックスロット OK。 ほらー、 C ボタンでしゃがむと。ちょっと操作変えていい？ありがとう。しゃがむ、これ走る。え、ということでね、こちらかがんでいくと、なんとね、こちらに人が見えるじゃないですか。まあね、この人にバレないように、まあ、とりあえず向こう側に行けっていうね、感じですね。ちなみに、立ったりちょっと怪しい動きすると見つかるんで、気をつけてください。ほら。なんか気配を感じた今、びっくりマークついたでしょ？まあ、気配を感じて、でこちら側にね、実は人がいると。おっさんがね、酒飲んでるんですよね。これバレないようにしなきゃいけないと。まあ、これは、おい、こんなところで電話出んじゃねえよ、もうそこにいいんだぞ。おい、どこぞの間抜けが懐中電灯を落としたらしい。拾って上手に使え。通報されるな。はーい、どこの間抜けかわからんけど、まあ懐中電灯用意してくれたと、ありがとうございますと。よし、もうね、これを、これで隣のこちらの家のね、盗みを働こうということでございます。よし、どうやって入んだっけ。入った、 E ボタンだね。前コントローラーでやったからさ、結構やり方を忘れてるというか、やり方が全然違ってわかんないね。待って、懐中電灯どれ、 F、 あ、インタラクト、おい、何？よし、富の再分配といくぜ。なんだ？なんだ？だからなんだよ。あ、ゆっくり、長押しでゆっくりだって。物音立てたくないときにはゆっくりすりゃいいんだな。そんなんだったな。ちょっと、そーっと、だいぶ前にやったやつだから、忘れちゃってるところも多いんですけど。あね、せっかくだからやっていきたいな。この心拍メーターできるから。こんなもんか？あんまないな。この家しょっぺーな。あ、おう、なんだよ。ビンにしつこくない？じゃあ、ゼロからぞ、車に乗れ。バールは隠せ。おう。あ、そっか。バールを持ってると、通行人になんだこいつ怪しいやつじゃなーっていう顔されるんだよね。うん。よし。大丈夫そうです。ほぼパクった。
あ、バクった。あ、これもう開いてるんだ。無意味に物を壊したいみたいな衝動に駆られてしまったよ。で F でバールをしまうと、ゆっくり、大丈夫かな。はい、走れ走れ。で車に来ると、ここら辺もゆっくりすることができるみたいですね。インタラクト、おい、あ、こうか、いけー、あー楽しい。 いいね車の運転。実は僕車も意外と好きなんですよね。走り屋みたいな、走り屋仕様みたいな。一番好きな車は FD です。ありがとうございます。ステルス、何なんか A 以上があったのか分からんけど、とりあえず A ですね。あんま B にしつけえな。なんだい、 Good job, man. いい調子だ。なんとかなるかもな。睡眠をとれ、朝になったら動くぞ。やだ。分かったよ、睡眠じゃあ取るか。ちなみにちょっと文字ちょっと潰れてるように見えるから、ちょっと画面サイズを変更します。ごめんね。じゃあ寝ましょうか。7時だっけ、7時まで寝る。はいよ、朝になれ。間違えんで操作が。あ、はいはい、何ビニー。 Check the computer. コンピューター調べろ。伝えておくことがある。もっと早く言ってくんない。新しい工具は泥棒ショップで買えるが、お前には欠けてるものがある。バクリスパークへクリックする。あ、これ情報が欠けてるって言いたいね、こいつ。ここでは情報を変える。ブーツのありか、セキュリティ、ドアの譲渡か、精度の高い情報だ。いささかニュニュニュー、すぎるが、屈辱、侮辱がすぎるがな。俺の調べたグリーンビュー109のネタを見ろ。なんだい、あ、全部ただ、全部ただ。あら、お安い。裏の傷んだ木のフェンスは簡単に壊すことができる。値打ちのある古いテレビ、引き出しのドアの指の鍵がある。空き家だから、まあ盗みは簡単ですね。いけますね。隣のカーター家もまあいいでしょう。いけましょう。やればできる。あ、ここで電話来るよ。スペースなんだよ、ビニー。まずは質屋で盗品を売れ。身軽になったら、そうだ、身軽になる必要があるんだ。なんでかっていうと、重量制限みたいなのがこのゲームあるんですよね。で、持てなくなったら車のなんかトランクみたいなところに入れたり、車の横のケースに入れたりとかするんだけど、この人ずっとこっち見てるんだよ。怖くない？めちゃくちゃ怖いわ。こいつは引き取ってもいい。超上から、まあ盗品だからね、まあ、そう、上からって当たり前だよね。ありがとう。あ、なんだビニー、彼女かも。さあ、グリーンビュー109だ。テレビは盗め、7には入れるの。あ、なるほどね。あ、そうだ、ちょっと特殊なアイテムみたいなのがあって、7に入れるより高く、なんだっけ、高くなるものっていうのかな、価値が高いものみたいなのがあったりね、なかったりするんでね。そういう感じで行こう。よし、行きましょう。109ね、あそこだ。あちゃ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 あ、こんな操作なんだ。コントロール、あ、ぶつかったらこれ壊れる、確か車。ああ、はい。あ、ちょっとちょっと、なんかご近所さん、あ、ご近所さん歩いてられる。ほら、このね、この人のね、左下の視点っていうのかな、視点っていうのかな、これがどこか見られてるみたいな、自分がこの視点に今ちょっと近いぞみたいな、見られてるぞみたいなのがね。おら、はよはよ、壊れ、怖い怖い。これ壊すのかな、これ壊すんだっけ。もうここら辺の裏のあれは忘れたわ。もう、あ、そう、まあこれこうやって壊すことはできるんだけど、周りに住人がいたりとかするとダメだったりするんで、周りに人がいないときにね、ぶっ壊すということですよ。わかりますかい。あ、お金が入ってる。ちょろいなこの家。まあね、これはあくまでゲームなんで、皆様は真似はしないように、実生活で真似しないように、そこだけはマジでガチでお願いします。防犯の役には立ててほしいなと思いますね。こういう風に、あ、金がある、
なんで金さ、これこのさ空き家どうして金があるの頭おかしくない？あ開いた。これはないかね。お金集めてから帰るよって感じない？ドアロック、オッケー。あ、今周りに近所に誰もいないぞ。こっちは、こっちは空いてなかった。あ、ちょっと待って、あ、テレビ忘れるとこだった。やだやだ、早く帰ろう。あれ、これ走れないの？あ、そう、これ怪しい荷物を持ってるところがバレたりとかしたら、なんやこいつって怪しい反応されちゃうから気をつけんとあかんの。あちょっと待って、人が来てるんよ。人が来てるな。ふん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 。あやー、いい服着てますね、あの人。あ、なんだ、何もしなくてもいいのかよ、お前。よし、行こう。インタラクト。よし、盗みは働いた。あ、一応これ多分チュートリアル通りにやらないとちょっとバグる可能性とか。ないとも言い切れないんで、一応チュートリアル通りやろうか。次はこれやれ、あ、次はあれやれっていう、多分次の家もやることはできると思うんだけど、あ、やることはできると思うから何してんのって感じだけど、ちょっと待って。ああー、そんな車が怖い。金減るんよな、これ。よいしょ。お隣さんの家の情報とかは得てもいいのかなって今思ってさ。あ、これ飛べるんだ。このゲーム飛べるんだ。飛べるんだってよ。みんな知ってる？バンバン。あ、これさっきんちじゃん。これさっきの一番最初の時の家じゃん。ほら。覚えてる？よいしょ。どうなってんのこの家。こうか？ちょっとこの家も、あ、怖え。ちょっとびっくりした。これ人がいる家なの？ここ、これ人がいる家だっけ、それとも人がいない家？人がいる家じゃないかもしれん。怖いちょっと怖いぞ。これさっき行った家か。さっき行って夜中に行った家だ。まだまだ物があるんだな。まだ物があるんだな。あるやつだけパクって帰ろう。一回パクったやつも金になるからさ。間違えた。危ない。あ、これ以上持てないって。うわ、どうしよう、どうしよっかな。これエスケープキーでアイテム開くってちょっと珍しいね。うーん、どれが高い？重さが、そう、これあのスキルアップしたらちょっと持てる量とかも増えるから、そうしたらまたちょっと増やしてきてえな。フライパン2だから、フライパン1個落としたか。よし、トースターにしよう。どっちが高いか分からんからさ。さ、こっからしたと。どうやって出んのこれあ、ちょっと待って、こんな危ない。あ、ゴールがある。このお隣さんの情報は何も得てねえんだけど、大丈夫なのかな。怖いわ。ちょっと逃げる、逃げよう。超怖い。勝手に人ん家に入ってるくせに、勝手に人ん家に入ってビビる僕。あ、開いた。あ、今なら出れるかも。よし、はあ、いけた。よし、オッケー。おりゃ、お前違う。お前、僕は入りたいんで、そこに。何をしてやがる。よいしょ。ああまあいいか。ちょっとね、持って帰る量が増えたから、ちょっとぐらいいいかなって。よし、出た。ということで、質屋に直行しようかな。テレビは売っちゃいけないってことだから、それ以外は多分売っていいと思うので、
あ、スキルポイント上がった。あ、いない。声裏返っちゃった。テレビを盗んだようだな。ブラックベイのウェブサイトにアクセスする。やだね。先にこっちだよ。このゴミを片付け。はい、すん。買い取ってくれないものもあるそうだ。ちょ、ね、なんでさ、わざわざ一番上になるのこれ。あ、いいじゃん。鍋8、古いトースター3。なるほど、ありがとうな、おっちゃん。じゃあ帰るか。これはあくまで質屋なので、拠点に一回帰りましょう。うん、久しぶりにやったけど意外とできるもんだな。ね、前はコントローラーだったけど、キーマオになっても操作はわかるもんですね。はい、ブラックベイ、あ、これだ。テレビ用にページを作成した。そのページで売れ。なんかページを作ってくれたの、ありがとう。売れ、うん、よかった。次はレンタル泥棒。あ、レンタ泥棒か。レンタ泥棒ね。あ、レンタ泥棒。ここでは副業だ。そうだそうだ、副業みたいなのがこの家でこれをやってくれみたいな。皿に関する仕事。皿に関する仕事、不思議な仕事。ベイカー家の皿割れ。なんかベイカー家に恨みでもあるのかもしれんね。110に向かい、バールで皿を何枚か割れ。はーい、わかりました。よし、よ、オッケー、了解した。$220。どう、これ多いのかわかんない。多いのかわかんないけど、おらーっつって。キルポイントがちょっと溜まったと思うから、まずこれだっけ。ピッキング、おっしゃ。簡単なピッキングができるようになりました。ピッキングツールっていうのがあって、まあ、これ多分分かりやすいやつだと思うんだけど、ヘアピンとドライバーみたいなのを使うタイプのピッキングツールなんだよね。これね、壊しやすいからマジで苦手なんだけど、壊れないように頑張ってやろう。あれ、ピッキング練習できないんだっけ、ここ。ないの？売ったよね。バールを素直にずっと手に持ってる。やば。よし、じゃあ行きましょう。グリーンビュー、ストレート、ストリート。ここまで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録や高評価ボタン、ツイッターのフォローをお願いします。また次の動画か配信でお会いしましょう。Thank you for watching my video and stream.Please subscribe to my channel and press the like button and follow me on Twitter. See you next time. Bye!